はい、マイナーキーには変化和音と呼ばれるものがあります、えー、横っ面にどけて読,め読んじゃいましょうねはいはいはいここら辺で大丈夫かな端調フラット2度の和音長、えー、子の和音メジャー7コード長六の和音メジャー6コードです単、えー、調マイナーキーの2度マイナー7フラット5である、まあ、これ c ーだと えーデマイナー7フラット5のルートが半音下のデイフラットに変化した形です通常は2度マイナー7フラット5この形がちょっと変わってデイフラット変わっちゃったナポリの2度と呼ばれるね。で別名ナポリの6って言い方する人いますクラシックだとそうやって呼ぶねこういう和音ではないが検証します非常によく使うんで ヘタン町キーシーマイナーの家族町であるヘタン町の、えー、フラット6の和音を借りてきた作業したと考えます。長、えー、三長四の和音メジャーセブンスコードは長三負荷六メジャーシックスコードとして使用することが多々ある。まあその方がいいんですね。あのメジャーセブンというのは副調のサウンド、二つのキーのサウンドを持ってますから。 えー、6にした方が落ち着くわけでございます、はい、メロディーにコーンを使するとフラットの演奏音程がよくできるためでもあると書いてありますね、えー、このようにちょっと図を見ていただきたいんですけど、えー、D フラットを弾いてみようかなでスケールはリリアンスケールというのを使用します、えー、ソがナチュラルなんですね まあ別にリディアンスケールの使わなくてもいいような気もしますがまあ大体そういう形使ってでスケールとしてはマイナーのブルーノートスケールでの検証 G フラット音はスケール外音であるが波長ブルーノートの特性音であるから問題なく予って使用可能であるということですねだから心配しなくていいよっていう話ですねちょっと弾いてみようかなはい,い,いはいブー なんかかっこいいでしょあのウイスキーの CM か何から使えそうでロンロンルーロン使えそうな感じですねで使えるよ問題ないですよねはい細足事故。えちょっと上に上げようかなえナポリの二度は家族調であるヘタン調からの社協和音であるから ヘタンチョウのフラットロゴドの和音とヘタンチョウブルーノート録音回との考察が必要である。それはそうですね。予算値から変えてきたから、あの、予算値のもんだってことを証明してえ、ちゃんと使えるかどうか確認しなきゃいけないんですね。あの、まあ、お隣から用や醤油を借りた時は確認する必要ないんですけど。はい。えー、これも同じで、検証する相手が c マイナーじゃなくて、 f マイナーから変えてきたっつうんだから、この f マイナーのブルーノートヘクサトニックを使うっていうのね。はい。まあ、見ての通りわかるね。はいはい。もともとはそうなんだから問題ないです。えー、C フラットの音は、えー、スケール外音であるが、ヘチョウのブルーノートあーのおー特性音であるから問題ない。よって、ヘタンチョウブルーノート録音会が使用可であるということね。はい、弾いてみようか。ね。あ、飛んじゃった。 え飛ばずに見せる方法はあるのかね。ここは限界かい。こうやって弾ここうやって弾こうか。でしょ。よしやってみよう。自然でしょ。これももとあるキーの F マイナーのキーのフラット6度。D フラット7借りてきたもんですから、F マイナーの。 使うのは当たり前ですよね。だからもう当然のことながら美しいサウンドがするわけですだから c マイナーとね f マイナーのブルノートヘクサトニックが両方使えるということですね。はい、検証により「破綻調ブルノート録音会」ここまでのまとめになりますが。 えー、全ての固有和音とナポイの2度に使用ができるということになりますだからマイナーキーのダイアトニックのコードが出てるから何の心配もなく、えー、使ってください c マイナーのブルノートヘキサトニック使ってくださいって細く、ねはい、まとめハタンチャにおける5度マイナー7は、えー、トタンチョブルノート6音階が使用できる、えー、まあそれ以外に立体的なことをやってあげれば 単、えー、調の5度というのは長調の3度ですから予想値から飛んできた続調から飛んできたわけですから、えー、そのま,まこま見た通り g マイナーって書いてあるから g マイナーのブルノート使ってくらい。はい破単調における B+7 は変度長調ブルノート録音階、えー、b フラットメジャーブルノートヒスタトニックが使用できる。あまあ、これれだだってあ,のあれだよ あのトニックセブントニックメジャーキーのトニックセブンが使えるんだから裏返しにひっくり返した単調のフラット7セブンっていうのは当然のことながらそのまま使えますよ。で破単調におけるフラット2にメジャーセブン、まあ、またフラット2スねは下単調ブルノと録音階が使用できる。てきたんだから元のやつも使えるっていうね えで変化のあるメロディー創作をするために必要なことであるということですね、えー、まあ全部 C マイナーで作っちゃっても問題ないけど飽きるでしょってことですよだからもともとあったコードに関係するところで使ってくださいっていう話してますよねあのここまでやってることがごちゃごちゃしちゃう場合はもう一遍前見直すことをお勧めしますねはい、えー、じゃあ次はこれはやめとこうか、えー、ここまでにしとこうはい